皆さんこんにちは、木下です。ここからは6月4日の YouTube ライブの続きになります。終わってから花がちょっと動きましたので、なんか形が変わってしまいまして、でちょっと今花を一輪足したりなんかしてます。では続きをご覧ください。
Thank you.
ここでちょっとミツバチなんか出しちゃったりしてます。実際このバラにはよくミツバチが集まってきまして、とてもいい香りと、この眠気を誘うような蜂の葉音がとても心地いいんですよね。ここで牧運堂さんから出てるパールカラーのゴールドをちょっと使ってます。上品な光り方をして、私はこれが好きでよく使います。はい、このように仕上がりました。6月21日から27日までの銀座松屋さんでの個展にはこちらを持っていくようにします。よかったら見てやってくださいませ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の創作のご参考になりましたら、ポチッといいねボタンを押していただけるととても励みになります。次回の YouTube ライブ、日曜日の午前中にやりますので、またよろしくお願いします。銀座松屋さんでの個展、6月21日から27日まで7階の遊びのギャラリーになります。どうぞよろしくお願いいたします。待ってます。